今渡りダム。今渡りダムは、岐阜県美濃加茂市と蟹市にまたがる、木曽川本川に建設されたダムである。関西電力株式会社の水力、発電専用ダムで、同社の今渡り発電所、今渡り発電所、蟹市、河井と美濃河井発電所、美濃河井発電所、美濃加茂市川豪町に送水して発電する。今渡りダムは、 木曽川とその支流飛田川との合流点直下に位置する重力式コンクリートダムである。高さ、筒見高は34.3メートル。幅、筒見町長は308.0メートル。ダムとしては木曽川再下流にあり、上流での水力発電によって変化した河川流量を自然の状態に戻して下流へ放流する逆調整の機能を担う。 完成は1939年、昭和14年、電力会社管理ダムであり、建設時は、基礎川開発を手掛けた、大道電力と飛騨川開発を手掛けた、東方電力が共同出資する、愛知水力株式会社という電力会社が管理した。その後日本初送電株式会社を経て、現在は、関西電力株式会社が管理している。 ダムに付設された発電所は当初から存在する今渡り発電所と1995年、平成7年に追加された美の可愛い発電所があり、それぞれ最大2万キロワット2万3400キロワットを発電する。中部地方を流れる基曽川では、明治の末期から水力発電所の建設が始められた。まず、名古屋伝統の手により1911年、 明治44年に八尾発電所が完成。1919年、大正8年には名古屋電灯から分かれた基礎電気製鉄により上流側に静母波波発電所が竣工した。基礎電気製鉄の更新大道電力によっても発電所建設が続けられ、1923年、大正12年までに読書発電所など3つの発電所が新設されている。 さらに1924年、大正13年、日本で最初の本格的ダム式発電所である、大井発電所、大井ダムが完成した。1924年8月、完成した大井ダムが貯水を始めると、木曽川では、ある問題が発生する。当時、大井ダムの下流側には、木津用水、宮田用水、鞘川用水の3つの農業用水があった。 1929年、橋間用水がなし4つとなるが、滑水期に、これら農業用水での取水が困難になったのである。これは、深夜など発電が不要な時間帯に、ダムへと貯水し、発電時にダムから放流する、というダムの流量調節に伴いダム下流側において、毎日の流量変化が大きくなったことにより生じた。特に大量の取水をする宮田用水への影響が、 大きく、同用水の下流地帯では、水不足を原因とする水争いが頻発したという。翌1925年、大正14年になっても、核用水の取水地点における水変動が大きいため、同じく水変動による影響を受けていた、犬山付近の川船や漁業の組合とも共同して、木津、宮田、鞘川の核用水組合は、 愛知県土木課長の立ち会いのもと、大道電力との交渉を開始する。その結果、取水設備の回収費を会社側が半額負担すること、設備を回収しても考えに支障が出る場合は、ダムの放水を調整して、支障を来た作業を努めることが取り決められた。しかしその後も、考え機の水位変動や工事費の負担をめぐる、用水組合と大道電力とトラブルは続き、 1930年、昭和5年には、木津、宮田漁用水における工事費の負担を大道電力が拒否したため、二つの用水組合と会社側の紛争が再燃、組合側がダムの流量調節の停止を命令する、要政府などへ陳情する事態となった。愛知県は、調停役とする用水組合と大道電力との協議の結果、 費用負担は従前通りとすること、灌え期間中は常に水調節に不信すべきことという組合側の主張を会社側が認め、この紛争は沈静化した。上流ダムによる流量調節の結果生じる下流への影響を抑えるために大道電力が計画したのが河川流量を自然の状態となる、要放水する逆調整ダムの建設である。 逆調整発電所の建設は、木津、宮田両用水組合も1933年、昭和8年に国や県へ陳情するなど、その実現を求めていた。昭和の初め、大道電力は、日田川合流点直前における逆調整発電所、今渡り第二発電所を計画し、その建設許可を申請した。一方、当時日田川開発を手掛けていた、東方電力、 名古屋電灯の更新基礎側、日田川合流点直上の日田川方に逆調整発電所、森山第に発電所を計画し、その建設許可を取得した。各市的基礎側、日田川合流点付近に2つの逆調整発電所が計画されたが、どちらも不況による電力の過剰から計画中止状態となっていた。停滞する逆調整発電所計画に対し、大道電力と 用水組合の対立が続く中でその対策を講ずる必要に迫られた内務省と岐阜県当局は二つの逆調整発電所計画を行動するよう両者に商用した。これを受けて大道電力、東方電力は協議を進め、大道からは今渡り第二発電所、東方からは森山第二発電所の推理権をそれぞれ提供し、 新会社を共同で設立した上で基礎川、日田川合流点直下に田を築造し、共同逆調整発電所、今渡り発電所を建設することとなった。1933年5月、今渡り発電所の水利使用許可を申請し、1935年、昭和10年4月に、その許可を取得した。水利権の許可取得後の1935年7月20日、 資本金500万円、大道電力、東方電力の接班出資にて、愛知水力、株式会社が設立された。初代社長には、東方電力社長の松永安左衛門が就任し、以降は1年ごとに、大道側、東方側交代で務めることとなった。また発電所の完成後は、発生電力を2分割資料者同一条件にて、受電すると定めた。本社は、 東京市麹町区丸の内一丁目六番地に置かれた。着工準備ができた今渡り発電所、今渡りダムであったが、今度は、周運、流いかだ、玉石採取、漁業などの業者から生活を脅かすとして、猛烈な反対運動が発生し、用水組合からも逆調整に疑念を抱くとして、了解が得られなかった。岐阜県。 愛知県当局の調停により1936年、昭和11年6月着工にこぎつける。工事中の洪水被害や日中戦争による人的、物的影響が工事の障害となるも、1938年、昭和13年12月末をもって工事は終結した。土木工事、請負い業者は、マクミである。今当たりダム工事中の1936年、 大井ダムとの中間に笠木ダム、笠木発電所が建設された。これに伴い大道電力は1937年4月、考外期間中は、笠木ダムの水量調節を停止し、ダムに達する全水量を均等に放流することとしたため、囲碁用水組合に対する寄付、施設改良工事費の負担を打ち切るという旨を通告した。この一件で、 大道電力に対する特に宮田用水組合の不信が強まり、今渡りダムが完成して仮貯水を始める段階になると、同組合は愛知県に対しダム操作規定に組合の主張が反映されなければダムの操業を拒否するよう要望している。今渡り発電所の運転開始は1939年、昭和14年3月であるが、大道電力株式会社遠隔誌によれば、 下流用水問題に関連して、運転開始が若干遅延したという。宮田用水組合と電力会社の対立は、ダム完成後も続いたが、1942年、昭和17年5月、内務省名古屋土木出張所の仲介によりダム、捜査規定について両者が、了解点に達し、加えて、電力会社側、口実の通りこの時点では、廃気水力ではなく、 日本発送電が、宮田用水組合に10万円を寄付してこの問題は、解決した。この問題以外にも、砂工業権や下流線運などの問題があったが、買収、または保証などの方法で、処理されている。ダム建設に伴う浸水区域内については、電力会社側で、すべて買収、人家や水車なども一切移転保証によって解決された。また、小山寺、 小山観音がダム湖に孤立してしまうため、砂岩の小山集落との間に橋を架けている。発電所は、ダム砂岩、南側に、今渡り発電所、右岸、北側に、三の川合発電所がある。今渡りダム砂岩に位置する、関西電力今渡り発電所は、最大出力2万キロワットのダム式水力、発電所である。同発電所が、 ダム建設時から運転するものであり、1939年、昭和14年3月27日に竣工した。ダム砂岩の取水口に接して水槽があり、そこから地下埋設の水圧テッカー4畳で水車発電機へ導水する。使用水量は最大出力時200リッター片メートル毎秒で、この場合有効落差は12.21メートルである。水車は、 縦軸カプラン水車、稼働翼プロペラ水車を4台設置。発電機は、縦軸3小交流機4台で、容量 6250kV アンペア、電圧 11000V。周波数は 60Hz が採用された。水車、発電機及び変圧機は、日立製作所制で揃えられている。なお発電所本館建物は、平屋の発電機室と2階建ての配電板室からなる。 前述の通り今渡り発電所は、愛機水力によって建設されたが、電力国家管理の実施に伴い1941年、昭和16年5月に本発、送電株式会社法第4条による、日本発送電への出資命令が下り、同年10月1日付で、出資設備評価額1012万1861円にて、日本発送電へと継承された、同日愛機水力は、 会社解散。さらに、太平洋戦争後の電気事業再編成、1951年5月1日実施に伴い、他の基礎側の発電所と共に供給区域外だが、関西電力に引き継がれている。今渡りダムウガンに位置する関西電力味の河合発電所は、ゲートから放流するため発電に用いていなかった、水量。 年間180日程度のゲート放流が生じていたを活用すべく計画された発電所で1995年平成7年5月24日に運転を開始したダム式発電所であり最大出力は2 3 4 0 0ットで運転されている使用水量は最大で220リッター片メートル毎秒有効落差は12.36メートル 低落差のため、横軸バルブ水車、円筒形可動跳ねプロペラ水車を採用しており、1978年、昭和53年に、関西電力赤尾発電所と山県に納入して、以来大容量バルブ水車を製作した実績のある、富士電機が、発電機と共に製作、納入している。発電機は、容量2 6 0 0 0ルトアンペア、電圧6 6 0 0 0トの横軸3。 総動機電機を設置する。発電所建屋は半地下式で建設された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。